吉田さん、こんにちは。ババアの血ってタイトルね、面白いですよね。私ね、悔しくってクリックしてないんですよ。でも、あやさちゃんどうですか？速稼塾。ね、あれだけ再生数とチャンネル登録出して。すごいね。すごいパンチのあるサムネイルだったりしますよね。再生回数もね、4、50万回っていうのがね、やっぱり乱発されてて、大したもんですよ。あれ、YouTube 始めてちょうど1年ですからね。どうだって感じですよね。まあ、ああいう風な方もいらっしゃると。花屋龍馬さんみたいな方もいらっしゃると。両方1年ぐらいです。で、今回の私の動画のタイトルですけども、まあ、ババアの父と来たら逆でですね、まあ、中学生の父と書いた方がいいかなと思いますんで、まあ、これ内容はあんまり関係ないんですよ、今回の動画。ただ、やっぱりこうね、ババアの父ってタイトルすごいなと思ったんで、それに対抗して、じゃあ逆張りで中学生の父みたいなね、そんなことにしてみたんですけども、まあ、やっぱりね、私も1000名以上の塾生さん抱えてらっしゃって、すごく奇妙だなと思う。でも、これは起きるんだろうなと思うことが、結局は、堀江貴文さんの、なんかね、あれですよ。あれがあるわけでしょ？オンラインサロン。あれ見ますよね。あれに入らない方でも、あれを知ってて入らない方でも、私の速稼塾は入るみたいなこともあるんですよ。じゃあ、私はとてもですね、堀江貴文さんにはかなわないんですよ。トータルでね。トータルではかなわないけども、でも、ある人から見ると、堀江さんもすごいんだけども、でも、久保さんの商品の方がいいなって思うわけなんですよ。だからね、結局その地下アイドルの話もありましたけども、売れないアイドルが好きっていうファンもいるんですよ。で、ファンが増えていくとつまんなくって、ファンを辞めるみたいなね。昔からありますけども、その、インディーズのバンドがあって、メジャーになったらファンを辞めちゃったみたいなね。なんで俺はね、売れない頃から支えてきたんで、お前らみたいな、ポットデでファンになったやつと違うんだよとかね。あとは、そのインディーズからメジャーになったバンドとかに対して、ああ、なんか、世の中の人に受けるようなもん作り出したなと。インディーズの頃の方が良かったなみたいな感じでね、ファンを辞めちゃうみたいな。だから、どんな人に注目するか、ファン心理を持つかっていうのは、みんな違うんですよね。だからみんなが、一流のものが好きなわけではないんですよ。自分にとってのナンバーワン、自分にとってのベストポジションっていうのが見つかるんですよね。これはね、YouTube をやってみると分かるんですよ。ファンが一人でもついたってことはね、あなたはその人に対してはもう神様の存在になってるんで、堂々とやっていけばいいということですしね。それから十分ビジネスはできていくってことなんですよ。だからファンを一人でも作れる人って、もうビジネス完成なんですよ、そこで。もう何も悩むことないです。チャンネル登録が1000人だとかね、10万人だとか、あんまり関係ないです、それは。再生数が1だろうがね、100万だろうが、あんまり関係ないですよ、それはね。そういうふうな数が走ったり、数が踊ったりしてるようではまだまだなんですよ。むしろね、じゃあ再生数が100万になりましたとか、チャンネル登録10万人になりましたって言ったら、もう一人一人のコメントに、もう、なんていうの、返信することもできないし、読むことすらできないですよ。で、私がね、今ね、コメントが毎日200件ぐらいつくんですよ。もう、見てね、ハートマークにクリックするのが精一杯で、返信がもうほとんどできないです。半分ぐらいしかできないですね、もうね。で、返信をきちっとしてたら、本来送るべきコンテンツが作れなかったり、それこそ生活が壊れたりするんで、もうね、だから YouTube で言うと、チャンネル登録1万人ぐらいから、もうすでに、ね、アクティブな動画だったら、コメントがよくつく動画だったら、もうね、手も足も出なくなります。それこそ10万人になると、まあ外注ですね。外注がいないと、編集も何もできないですよ。撮影だって企画だって。まあ、ですんで、どんどんね、一流になればなるほど、なかなかファンの方の、一人一人の相手ができませんから、そういうところにファンの人ってのは、手の届かなさを感じてね、手の届いて、いつもレスポンスをしてくれるような人に、まあなんかこう、信頼関係を抱くんじゃないかなと思います。まあ私、メールの返信早いんですけどもね、それがなんか一つの売りかなと思います。久保さんすぐ返信が来るんで安心ですってところで、有名人は、返信も来ないし、自動返信メールは来るけども、読まれているのかどうか分かりませんみたいな感じでね、実際にワントゥーワンで付き合っていけないっていうところに、まあ、不満があったり、満足感を感じたりってところなんでしょうね、きっとね。だから有名人がいつも強いわけじゃないんですよ。有名人ができないところに私たちがいるみたいな感じなんで、常にどのね、階層にもマーケットは存在するんですよ。トリプル A みたいな上級者、中級者 B みたいな方、そして普通の人 C、それ以上の D とか F ランクみたいな方にもきちんとね、ファンはできます。そのファンの数が少ないとか何だとか言ってるんだよ、全然ダメで、
ファンの方が一人でもいれば、それはもう自分だけのマーケットなんですよ。大切にしていけばいいんじゃないかなと思います。ということで、中学生の父の動画でございました。タイトルとはかけ離れた結構真面目な内容だったと思いますけども、いかがでしょうか。それでは。